曲ハリーとそしてハワードに付き合っていただいて、もう一曲日本の曲をやろうかなと思って、それを急遽考えました。大体このこういうスタンダードをやる分には喜んでやってくれるんですけど、わけわからん日本の曲を譜面見てやるというのは嫌がるんですよ。当然そうですよね。わけわからん。ただ一枚僕ジャズジョジョーカーというアルバムを2人でカナダで撮って出してるんですね。その中で一曲入れたアルバム曲があって、それが春の小川という曲なんですよ。でこれはまだ春ということもあって、それとねハリーの小川とかけてるんですよ。でね、まあ、ハリーはねナイスパーソンなんで、それが心のいい人なんで、日本の曲今ちょっと出してもね、多分そのいやいやいや聞いてないよとか、マネーマネーとか、まあ、そういうことは言わないですから。だから今ここでちょっと一回僕が用意した譜面を、OK、何金をくれと、いくらなんやと、お前そういうこと言うようになったやな、マニーマニーマニー、これはちょっと困ったな。それを言われると用意したんね、お金あげるわ、もうほんとしゃあない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 な。はい、マニーズのダラ、円の円のダラ、はい、ダラズ、オーケーオーケー。じゃあ一応ダラーで、後で渡すということで一曲やってもらいましょう。春の小川という曲です。この曲は皆さん知ってるので分かりやすいと思います。一つだけ注意事項ございます。春の小川はさらさら行くよ、皆さん歌詞知ってます、お願いです、歌わないでください。絶対歌われる、歌わないでね。これ歌われるともほんまここが歌声喫茶と貸してしまうのよ。ここは、心の中でずっとリフラインで歌っていただくとメロディーとアドリブがよく分かっていただけると思います。春の小川です。Thank you.
流行りやねん、春のあれやん。いい曲や、あのハリアルックスライクさ、トゥ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 、いやいやいや、ごめんなさい、こんな余計なことを喋ってます。この曲に似てるねっていうね、あの世界は雛の夜を待っているという曲に似てるんです。次は。